クッシュー、皆さんこんにちは、加藤です。今回は JO1 を M ステに出す方法と、あとは無限大のプラクティスビデオ、着ぐるみバージョンっていうんですかね、が出た件についてお話ししたいなと思います。まずですね、 JO1 を M ステに出す方法なんですけど、これはね、あのツイッターの方で結構話題になってるんで、それについてちょっと語ってみようかなと思います。で、M ステのね、次の収録になるのかなに、まだあの、なんていうの、参加アーティストがまだ確定してないっていうことで、もしかすると、JO1 のファンが、M ステのホームページから、JO1 を出してくださいと、たくさんね、メッセージを送れば、出れるんじゃないかということを言ってるんですよ。でね、僕ね、その可能性全然あると思います。で、まあ、JO1 はね、もうすでに人気も実力ももう間違いないですし、まあ、ジャニーズと、戦えるだけのね、まあ、すごい人たちだと思うんですけれども、まあ、大人の事情、なんていうのかな、スポンサーとか、あとは、所属している、事務所の関係とかですね、まあ、いろんな兼ね合いでね、ビジネス的な覇権争いっていうのかな、的な関係で JO1 が出れないっていうことはあると思うんですけど、まあ、すでにですね、もう M ステに出れるアーティスト、クラスのアーティストなのはもう間違いないですし、もういつ出てもおかしくない状態なんだと思います。でね、なんて言うんだろう、M ステにね、メッセージを送って、JO1 を出してくれというのはですね、とてもいいと思います。やっぱりM ステの方もですね、どれだけ視聴率が取れるか、どれだけ数字が出せるかってことはすごく気にしてると思うので、 JO1 はもうすでにたくさんファンがいますから、時間のある方はですね、 M ステにメールしてみてください。で、実はですね、僕もさっきちゃんと、M ステの方に、メールしておきました。メッセージ送っておきましたから、 JO1 を出してくださいとね、トラジャファンとしてね、出しておきましたんで、ぜひ皆さんもですね、M ステにメッセージ送ってみてください。でね、あともう一つ、プラクティスビデオですよね。これなんですけれども、まあ面白いなと思いました。でね、一番おもろいなと思った、着ぐるみっていうのかな、コスチュームは、エイリアンっていうのかな、宇宙人かなんかで捕まってるやつがですね、かなり面白いなと思いました。まあなんで、ジャニーズもね、こういう同じダンスビデオでも、シチュエーションや衣装を変えるだけで結構ね、楽しみ方が変わってくると思うんで、ジャニーズもぜひね、こういうのを出してですね、JO1 に対抗してほしいなと僕は思いました。はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。